はい、またね、夜勤明けの早朝からっていうことなんですけど、まあ、近所の公園でね、まあ喋ってるんですけど、今日は、まあ、さっきも、言ったんですけど、2024年の5月の21日の早朝、近所、吹田市、大阪吹田市岸辺の、公園からなんですけど、まあ、人がいないところを狙ってね。で、まあ、石丸さんっていう人が東京都知事に出る山口県からやったかな。山口県っていうのもね、結構ね、いろいろあるんですよね。なんかね、まあ、ちょっとね、もう僕らざっくりラジオなんで、まあ、石丸さんっていう人が東京都知事選でね、結構ね、百田尚樹さんもその東京都知事に立候補する石丸さんのことを言ってて、あんまりね、知識がないっていうね、まあ、調べてから喋れよみたいな話なんですけど、どうもね、ちょろっと聞いた話ではまたね、リベラルらしいんですよね。考え方がリベラルな心情を持ってて、LGBTQ についても、まあ今日は、今回はね、ちょっとね、その東京15区補選後の、まあ、数勢で、もうすぐね、東京都知事選がね、もうすぐあるらしいんですよね。6月20日公示なんかな、なんかそんな感じで、まあ、その立候補を表明せなあかんらしいんですよね、6月20日までにね、来月のね。なんでそれが迫ってるってことで、まあ、続々とね、立候補者がね、名乗りを上げてきた。でね、この目立ったね、東京15区補選からね、まあ、東京都知事選へね、まあ、なんか結構ね、いろいろニュースで、百田尚樹さん、日本保守党の百田尚樹さんも、まあ、あの動画上げて、まあ、結構ね、いろんな動きがあって、だって石丸さんはね、なんていうんだ、今立候補する石丸さんね、リベラルらしいんですよ。でね、結構ね、学歴詐称がちょっと効いてるらしいんですよね。でね、もうそろそろね、僕もちょっとツイートしたんですけど、まあ、ポストっていうんですかね、今、もう小池さんもね、多分、まあ、今回ね、翼がまたね、入ってくるかどうか分かんないんですけど、はっきり言って迷惑行為やってね、拡声器でがなるのは迷惑行為やって言われてるんですけど、選挙してる人たち、まあ、多分ね、そのね、支持してる団体とかもあると思うんですね。支持してる団体、ね、宗教団体って言われてるんですけど、例えばその宗教団体のメンバーは、小池さんが学歴詐称してようがしてまいが、別にそれは関係ないと思うんですよね。多分、まあ、投票もするし、応援もするし、まあ、その、信者からお金巻き上げて、まあ、お金の面ね、うん、のようなのもあるとは思うでしますし、でもまあそれ翼ががなり立てるんですよね。あの学歴詐称って言って、多分ね、まあ、学歴詐称もあって、多分ね、一般大衆のね、感覚っていうのは、学歴詐称、まあそれってダメなの、いいんかな、まあでもまあいいんじゃないって、小池さんでテレビ客さんもしてたしみたいな感覚の人も結構いるんですよね。でも実は学歴詐称っていうのは、まあ、なんか公職選挙法、法律違反らしいんですよ。もし本当やったとしたらの話なんですけど、一般大衆の感覚ってそんなもんなんで、だから拡声器であれだけ、例えばその翼が暴れても、何割の人が、あ、そうなんや、学歴詐称疑惑、学歴詐称って法律違反なんやって認識してる人はそんなに、まあ、いないと思うんですよね。まあなかなか増えないもんなんですよ。だからテレビがやっぱしね、テレビ広告とかテレビで報道される、テレビに出るっていうことがかなりやっぱり浸透するための、例えばテレビなんかで学歴詐称疑惑なんてやればかなり浸透するとは思うんですけど、拡声器でちょっとね、がなったくらいじゃね、まあ、とはいえ、近所で凱旋やってるけど、ほとんどね、立ち止まって聞いたりなんかしないですからね。なんで、そんなにね、浸透しないってことなんですよ。でも、だからこそ、ね、連呼していくっていうね、まあ、効果があるってことなんですよね。だから今回の東京15区補選、まあ、かなりね、小池さんにダメージを与えたんじゃないのかなっていう、でそれを、まあ、東京都知事選でもされるってことなんですよね。で、
まあ、ネット上ではね、まあ、X とかね、まあ、YouTube 上ではね、学歴詐称よく言われてるんですけど、学歴詐称疑惑ね。で、まあね、小池さんもやっぱなんでその学歴詐称が言われるかっていうのは、やっぱしね、支援してる、まあ、団体みたいなのがあって、でね、もうね、小池さんもね、まあ、それはね、支援してる団体っていうのはいろいろあると思うんですけど、でまあ、ここでね、石丸さんっていう候補者が出てきて、石丸さんがリベラルなんですよね。で、まあ庶民はね、小池さんはもうちょっとダーティーなイメージが出てきたから、もう年やし、もういいよってなった時に、まあスポット入り込む。まあ狙ってる面はあると思うんですよね。でもね、かといって、またね、こういう候補者が、まあ、選択肢として出て当選したって、まあ、結局はね、まあ、裏なんかね、太陽光パネルやりだしたりとか、まあなんかね、全然都民ファーストじゃないようなこと、今都民ファーストがどっかと接近してるんかな、なんかそんなことも言って、あ、百田新党と接近してる、なんかそんなこともまあ言ってましたよね。で今が6分なんですけど、まあね、そこで日本保守党がね、まあ、どういう、なんていうんですか、結構ね、期待した、初戦初陣ね、期待しておりたんですけど、まあ、これをね、2万5000票くらい取ったんですかね、飯山あかりさんっていう方なんですけど、まあね、結構ね、打ち毛羽が始まったみたいなことで、僕もね、動画が出てきて、まあ、言うたら15区補選の、まあ、候補者やった飯山あかりさんとの関係について百田尚樹が述べるみたいなことで、なんかね、結構ね、突き放したようなね、揉めてないこのタイミングですよね。補選がやっと終わって、翼が逮捕されて4日目くらいにもこんな話なんですよね。で、まあ、言ったら翼も日本保守党を批判してたんですけど、まあ、イスラエルの犬、アメリカの犬、ヘイヘイヘイってやつなんですけど、まあ、そこがね、必ずしも百田さんはね、まあ、親米でもないと思うんですよね。まあ、歴史についても言ってるし、やっぱしね、武田邦彦先生とかとは付き合いがあるんですけど、まあ、有名な保守の、まあ、言うたらどっちかっていうとね、反アメリカなんですよね、武田先生はっていう話で、どっちかっていうとね、有本さんやね、有本香織さんが結構ね、そっち系臭いんですよねっていう匂いはありますよね。で、その飯山あかりさんも、まあ、どっちかっていうと、だからね、その日本保守党に最初の頃から出て顔出してた、結党会見の時にも顔出してた時にもちょっと違和感がね、僕はね、ちょっとね、主張は偏ってるんちゃうかなみたいなね、結構ね、まあある層はね、まあ、反イスラエル批判みたいなことで、まあ、これっていうのはやっぱし、まあ、宗教でね、まあ、旧約聖書、新約聖書って言って、イスラエルってね、旧約聖書の世界なんですよね。まあ、そこでね、イエス・キリストが出てきて、その新約聖書っていうのはイエス・キリストを中心にした、まあ、宗教なんですけど、まあ、いわゆるね、その、まあ、ユダヤ系の人たちって、まあ、伝説の富豪みたいなのがおって、まあ、アメリカの建国の頃、アメリカ大体200年くらいの歴史なんですけど、頃からまあアメリカに食い込んでて、で、第一次世界大戦、第二次世界大戦の頃に、その、なんで軍需産業と結びついて、まあ、言ったらそういう人たちが大きな力を持ってるんじゃないかっていうことなんですよね。で、まあ、そこにウクライナ戦争とか、まあ、今イスラエルで起こってる紛争っていうのも、まあ、つながってきてるわけですよね。だからまあ、言うたら翼がそれを言う理屈で、まあ、言うたらその日本保守党、まあ、特に飯山あかりと有本香織さんのことについて、まあ、有本香織さんもね、タワーマンションに住んでるんですよね。まあ、いわゆるね、こういう人たちっていうのはね、一見ね、庶民の味方みたいなことを、まあ、言ってるんですけど、まあ、一応ね、庶民は票を集めるために利用するだけであって、自分たちは勝ち組であって、まあ、ブルジョワ保守っていうやつなんですよね。で、基本は例えばそのアメリカがやってることってかなり強引で、まあ、イラクに対する戦争であったりとか、アフガニスタンの、まあ、いろいろ
まああると思うんですね。ウクライナもそれもイスラエルにしても、でそこいうところに対するちょっと矛盾点みたいなものを突っ込まれたら、そこはね、そこはっていうことなんですよね。まあこういう人たちのことを、まあ、ブルジョア保守っていうわけですよね。まあこれはね、政治理念的な部分なんですけど、まあ、百田直樹さんから言えば、まあ、全力で支援して、まあお金もかかった。で、まあところが、ね、まあ、落選してしまったって話なんですよね。で、落選するか当選するかっていうのがね、すごくね、大変なことなんですよね。まあ、政党助成金みたいなのがね、入ってくるらしいんですよね。まあ、1億、2億単位、まあ、5000万、まあ、なんかそんな入ってくるらしいんですよ。となれば、選挙で例えばまあ5000万とか、まあ、6000万とか使っても、まあ、一応ペイするみたいな形で、そう。で、そこでね、まあ、翼の党が出てくるんですけど、翼の党なんかも、活動するためにはやっぱお金がいるわけで、ね、まあ、毎日働いてる、働いてるっていうか選挙活動してるわけで、選挙活動するには、やっぱお金が、まあ、いるわけですよね。で、だからまあそこでね、まあどういう、ただね、まあでも2万5000票、須藤元気さんが2位で落選したんですけど、自転車で回って、でもね、それはね、次の選挙につながるような結果、2位。ね。っていうのもまあ、そういう宣伝っていうのもまあある。だからその、いろんなプラスマイナスはまああると思うんですよね。で、飯山あかりさんは、飯山あかりさんがその選挙で活動してる間に、党員が6000人増えて、その分党員からちょっとずつお金集めた場合に、やっぱお金、が例えば還元されるから私はプラスマイナスないだろうとかっていうのもあるだろうし、ただね、まあ、飯山あかりさんのね、まあ、人間性の問題ですよね。だから今回のね、あの選挙の初め頃からもう YouTube 発信なんかもしてて、まあ、確かにね、やじられたりとかいろいろあるんですけど、まあ、それに対する対応によってもね、まあ、人間性って出てくると思うんですよね。だからね、そのまあね、結構ね、イスラエルを支持する無理な理屈、まあみたいなね、まあそのハマスが残虐行為してたみたいな、でもね、まあそれもね、まあいろいろね、まあ日本、だから第二次世界大戦の頃に日本軍がなんかその、まあ、残虐行為してた、今日もなんか X で載ってたんですけどね、人間を丸焼きにするよ。だからそれもまあほんまかどうか、まあね、ただね、被害者がいるってことは、まあ、そんなことを言うのは不謹慎だろうみたいな風に、まあ、なっちゃうんですけど、まあ、なかなかね、まあ、フェイク動画もフェイク写真とかも出回ってるんで、まあ、なかなかね、まあ、その辺は分からないんですけど、まあね、若干ね、そういうところね、イスラエルの犬、アメリカの犬って言われた時に、まあそのまあね、百田さんもね、まあ言うたし、あの永遠のゼロみたいなの書いてるんでね、な、例えばそのまあそういう面はお前欺瞞ちゃうんかって突っ込まれたのか、まあ、それとも本当にお金が惜しかったのかで、まあ、結構ね、事実上はね、まあ、かなりね、一応表面上は飯山さんと百田さんは別に揉めてないよって言ってるけど、まあ、お互いの体裁のためにね、まあ、実際はもう別れていくんちゃうかなっていう話と、まあ、翼に突っ込まれたからそれに反応してなのか、まあお金の面なのか、確かに今回の選挙15区補選っていうのはまあサプライズもあったんですけど、サプライズもあったけど、まさかね、まあ最初の選挙やし、勝つことばっかしを予測してたわけじゃないだろうし、ただね、翼の突撃みたいなのが、翼の突撃みたいなのは、あの警察がね、警護を、警察が出たらしいんですよね。でもね、乙武とね、小池百合子さんのトミーファーストの時だけね、たくさん出てきて、あとはね、あんまりね、警備がつかなかったらしいんですよね。だからそれに対して、やっぱしね、そのボディーガードみたいなをつけるっていう話もまああったんですけど、まあ、飯山さんはね、思った以上に怖かったけど、とか、なんかね、サポートが足りなかったんじゃないのかとか、まあ、通れなかったのはそのサポートがないんじゃないからかなとか、まあね、ちょっとね、まあね、翼という要因もあるし、まあ本当にお金のことやったのか、今度ね、日本保守党がね、パーティーやるらしいんですけど、まあね、翼保守党内のね、まあ人間関係みたいなことで、
まあね、東京都知事選、来年の選挙、まあこれでどうなっていくかみたいなことで、百田直樹さんもね、まあ偉そうなことをずっと言ってたんですけど、実際ね、1議席もね取れないってことになれば、まあこのまましぼんでいく可能性もあるかなみたいなことで、ね、今日はね、まあ急遽ね、まあ実はね、シリーズいっぱい、黒川厚彦事件みたいなの撮って、今編集してちょっとずつ上げてるんですけど、まあ、ちょっと長くなっちゃったんですけど、黒川厚彦事件でね、結構ね、自称はね、刻一刻と動いてるってことで、ちょっとね、まあ、話してみました。ではさよなら。